これが金ポップですよ。かっこ興奮気味。はい。これが金ポップですよ。かっこ興奮気味。はい、はい、どうも俺です。ということで今回はガンプラ作ると見せかけて、今年、作ってよかったガンダムランキングベスト 5HG 編ということで、今回はねネタがないということでやっていきますね。はい。まあ悩んだんすけど、まあベスト5をね選んでみました。はい。ということでまず第5位がこれね、オリジン版じゃねえや、HG のリバイブのシャーザクっすね。はい。これは今年かな、7月31日に確か出たキットだね。はい。まあ、予約までした感じのシャーザクっすね。これはスカートンとかなんかゴムみたいな感じになってて可動が半端ねえぞっていう感じのシャーザクっすかね。はい。これは非常にかっこいい、すごい好きだね。シャーザクはやっぱかっこいいよね。はい。こんな感じで後ろもこんな感じ。はい。まあ、可動が半端ないヒットなんでね。はい。ポーズつけて語ったらかっこいいんじゃないですかね。はい。これが第5位ですね。はい。もうかっこいいんでそれ以上言うことはないっすね。はい。まだ見せんの？もう4位いっちゃったら？まだいかない。はい。あ、いきそうですね。はい。というわけで次が第4位になりますかね。今年作ってよかったガンダムランキング第4位は、はい、ドドン。これはガンダムビヨンドグローバルですね。はい。これはなんか本当俺好きで、なんか細マッチョでね、すげえ顔がイケメンで、まあ淡いっていうか浅い青色とかねしててすごいかっこいい。これ本当パッチ組で墨入れもトップコートも別に不可能でまんま組んだ感じなんだよね。でこのかっこよさと、でなおかつ可動もパナイってやつですかね。まあなんといってもこのくびれだよね。バルバトスには及ばねえけどこの細いくびれが特徴的なガンダムビヨンドグローバルですね。これまたもう一個ぐらい書いてんだけどなかなか売ってねえんだよな。はい。というわけで第4位はガンダムビヨンドグローバルでございますね。はい。というわけで続きまして第3位はまだ、はい、ドドン来ましたね。これはオリジン版の量産ザクですね。これもね、まあ、ほんとかっこよくて作った時はやばってなったね。これはほんとかっこいい。これは墨入れ艶消しで、まあ、シールベタベタ適当に貼った感じかな。はい。こんな感じで後ろ姿もすげえかっこいいんだよね。武器もいっぱいついてて、まあ、オリジンってちょっと高い、オリジン版高いんだけど、まあその分出来がいいのかなって感じするよね。 HG と RG の間ぐらいのなんかクオリティっていうか、はい、非常にかっこよくて、まあ見るたびかっけえなっていつも言ってんだけどね。はい。でシャーザクと比べるとこんな感じで、はい、こんな感じですね。これも非常にかっこいいんでおすすめのザクですね。はい。第3位は量産ザクオリジン版ですね。はい。ということで第2位は何かな。はい。これは HG のジム2ですね。はい。これも本当好きで、ジムの中でこのジム2が一番好きかもしんねえな。これかっこいいよね。このカラーリングが、カラーが好きっていうか、まあ、全然ね、ポロリもチラリも全くしねえし、これはね、俺好きなんだよな。かっこいい。ジム2。
一番好きですね。顔もこのとぼけた感じね。はい、とぼけてるよ。こんな感じで、まあこれ光沢のスプレーかなんかふっかけたんだっけな。はい、すごく好きですね。これももう一個買いたいんだけどなかなか売ってない、見かけね最近。はい、第2位がジム2ですね。はい、そして流行ある第1位はこれが出ました。これはねガンダムベース限定の100式でございますね。はい、すげえピカピカしててかっこいいよね。これはなんで1位かっていうと、まあ初めてガンダムベース行ってで買ったキットなんでね。だからまあかっこいいし思い入れがあるキットなんで1位にしましたね。1時の癖してでこのサイズで5000円ぐらいしたんでね、ちょっと高かったけどまあ行った記念にということで買ったんだけど、まあピカピカしててかっこいいよね。顔も超イケメンですごく気に入ってますね。これも、まあ、見るたびかっけえなって常に言ってるようなキットだけどね。はい、そしてここで旧キットの100式を持ってくるはず多分ね。はい、持ってきた。はい、これが旧キットの100式ですね。でね、まあ旧キットはなんか全体的に太いっていうかね、こんな感じなんでね、左がアーノルド・シュワルツネッガーで画面右がシルベスタ・ストローンって感じかな。はい、まあ今の方がかっこいいよね。旧キットはなんか太いっていうか、はい、こんな感じで HG の1位はこの100式ですね。ガンダムベース限定の100式。はい、そして番外編ということで何かを持ってくるはずきっと。はい、ここで、はい、出ました、ドドン。これも皆さんお分かりですね。はい、 HG のサイコガンダムですね。はい、これまあ HG でまあ自分で買ってないからランキングさせなかったんだけど、まあ、もらってすごくサプライズでもらったんだけどね、すごいかっこいい。これはすごいお気に入りの機体ですね。でかくて存在感あって、はい、で皆さん気になる、はい、普通の HG144 分の1のジムと比べるとこんな感じ。はい、すごいでかいよね。HG のなんかジムがなんかガチャガチャのジムっぽく見えるもんね、あんまりのでかさに。この差だよこれ、すごいでかいよね。ジムがほんとちっちゃく見える。これだもんな、 HG だぜこれ144分の1。はい、このでかさっすよ。この存在感はいいよね。顔も、はい、イケメンだと、何見てんだと言わんばかりにこっち見てっけど、はいはい、非常にかっこいいですね。でかくて、ほんとでかくて飾り映えして、これだもんな、顔ぐらいしか、まあ、HG のジムがないって感じだもんね。はい、でかさ分かってもらえたかな。はい、こんだけでかいっすね。はい、ということで今回は今年作ってよかったガンダムランキングベスト5ということで撮ってみたんだけどね。はい、まあ今年でチャンネル終わっちゃうかもしれないんで、一応ねこれは前からやってみようと思ってたんだけど、はい、で後からまああと RG 編と MG 編とかね、買ってよかったランキングやってみようかなと思うんだけど、めんどくさかったら多分やんねえっすね。はい、というわけで次は RG 編やろうかな、わかんねえけど。はい、ではどうも俺でした、またね。はい、どうも俺ですということで、はい、突然出てきました。はい、HG ガンダムランキングどうでしたかね。はい、まあそんな感じで今日買ったガンプラを紹介ということで、今日は11月28日。はい、多分ガンプラ好きな人はみんな買ったと思うんだけどね。はい、ドドン、ウィングガンダム
バージョン、カトキッちゃん、はい、無事ゲットしましたね。はい、はい、はい、こんな感じでね。で、これをね、まあ今から帰って作ろうと思うんだけどね、作れっかな。今日中にもしかしたら終わすかもしれないし、まあ、1週間ぐらいかけてねやるかもしれないんだけど、まあ最近ゲート処理とかやってっから時間かかんだよね。あれめんどくさいよけどね、時間かかっちゃうんだよあれな。はい、てなわけで、まあ次回予告は多分これかな、これの超適当レビューになると思います。はい、というわけで、ではどうも、俺でした。またねー。